つも大変お世話になっています旧市地理革新研究所の中村です。今回は自然対策 BCB 対策コロナも入れましてこういうふうにまとめましたのでぜひご覧いただくとありがたいというふうに思います。リスク対策ですから他にも使えます。特にこの BCP の場合は311の内容を徹底的に解析した内容がすでに YouTube に載せておりましてこの内容もご覧になることができるのでご利用いただくとありがたいなというふうに思います。それでは中身の方を紹介させていただきます。当然ですねサプライヤーを含めた一体となった対策の中で BCP これを進めていかなきゃいけないというわけですね。振り返りますにもう10年も経ちますがこの動かないって言ったプレートがですね動いてですね311ということで大津波が襲いましたね。一瞬にして2万人の方も亡くなるっていう、しかもね、未だに原発事故やなんかで苦しむ状況起きてるわけです。まあ、あってはならないということですね。これは当時の写真で私の友人がボランティアで回ってですね、こういった時に撮ってきたんですけど、ものすごい状況だったということで、よくここまで復旧したなという感じがいたします。さらに、この時に企業にものすごく影響が出てきたということですね。これと並行して福島第一原発のメルトダウンがありました。これ詳細を見ていただくといろんな内容を載っけておりますが、はっきり言ってあれだけ安全神話で何でもあるよって言ったのはですね、全然やってなかったという例ですね。からもう一つあります。大川小学校の例ですね。これはですね、校庭に小学生集めてですね、山へ逃げればいいって子どもさんが言うのにですね、しかも津波が来るまで50分もあるんですよ。それをですね、ここで待たせてたんですね。そのためにここへ津波が迫るときに逃げていって被災しちゃった。当然ですね、こういった事件は釜石の奇跡と対比される内容なんですね。こちらはですね、BCP マニュアルをしっかり勉強しながら訓練してたんです。要するに単なる知識にしてなかったということで、こういったものは今裁判でいうと判決が下るようになってますよね。ですから。いわゆる管理責任含めてですね、被災しないようにしていくっていうのが、これは BCP の中身。要するに何も知らないでそういう自然災害起きるとパニックになっちゃうんですね。心理学者の先生がですね、こういった正常性バイアスとか、対話行動とか、わけわかんない行動を取るのを解析してます。こういった内容も一応紹介してますので、ご参考ください。自然災害にはいっぱいあります。特に過去の記録を勉強する。テレビの報道なんかを見て解析もしっかり勉強する。それから地層にこういうものは津波なんか残ってるんですね。そういうのを研究し尽くしたのがもうすでに出てます。シミュレーションもあります。ということでこういうのを知りながら、まず感知力を高める。我が地域ではどうなってるのかというわけですね。これが一つの例ですけども、これはですね、高い防波堤を作ればいいっていうことで釜石でどんどんこう防波堤作ったんですけど、結局津波でやられた。これに対しましてね、この、まあ、島の方は島で力が分散して単なる高潮形態で終わったんですね。こういうのを見てどういうことが考えられるかということになるんですが、一般論ではリアス式っていうのはこういうふうに必ず津波が来るととんでもない高さになるっていうんですけど、実はこの津波があった時ですね、私学生時代に先生から教わったね、多分ローランドっていうノーベル賞の学者さんがっていうことらしいんですが、ヨーロッパでとてもですね、防波堤なんか築いてられない。お金がないってわけ、時間もないってわけね。ということで頼んだんですね。そうしたら、松島のように小さな島を作れば全部分散してくれるよ。この理論に基づいて、当時ですから、数年このシミュレーションにかかったんですけども、これで無事助かったっていうのなんですね。本当に津波が来ちゃったんですけど。だから、そういう過去の事例とか物理現象を解析しなきゃいけないってわけですね。でも偉いですね。縄文時代の方はですね、高台に全部住んでたんですね。じゃあ、ということで、高台移転を考えたんですが、全部、幸運とバッティングしてしまうっていうことが起きたんですね。要するに、物理的な現象については、徹底的に科学的に解析してやるべきですね。そうなると、今、大騒ぎしているコロナも同じです。第4次の波が来てますけども、実は山梨県はそうでもないですね。これはですね、徹底的に科学的解析をやって、お店でもですね、飲み食いしても
要するに飛沫感染を防止すればいいっていうことを徹底してやってますから、周りの他県がものすごい状況になっていてもね、十数名で済んでますよ。こういうふうに、いわゆる安全域を確実にね、確保するような物理的条件を揃えれば、コロナも大丈夫という例を山梨県が示してますね。これと同じです。これは目に見えない敵。自然災害も目に見えない敵。ですから同じような解析が必要だというわけですね。ということでできているのが、こういう BCP というマニュアルなんですね。で、マニュアルだけ作ってもダメなんですね。使わなきゃ。例えば、津波が起きた時に、初動をどうするかということで、本にはこう書いてありますけれども、具体的にですね、現場を設定してシミュレーションする。そういう訓練方法がいいよ。という内容も示しています。さらにですね、いわゆる書類を見ている。こんなことできません。被災した時には。現在の時代ですから、こういう電子機器を上手に利用する。もっとも、これが使えなくなったら大変ですから、電力は十分に確保するような手は下しておかなきゃいけませんけども、情報ですから、いかに被災時に上手に避難するかということもですね、こういう対策の内容になっているということを本にまとめさせていただきましたので、ぜひご利用いただいてご安全にということを願う次第です。